はい、おはようございます。やってまいりました。今日のワンコンテニュー、本日お送りするのはこちら、ゲゲゲの鬼太郎妖怪大魔教バンダイ。はい、やってきましたねこのゲームはまあやったことはありますよ。はい、まあお試し枠でもやったことあるような気もするけど、ただこのゲーム私は大の苦手ですルールもよくわかんないんだよね。どのアイテムを使えばどう、どこの扉が開くだの、なんだろう、あと、妖空、まあいいや、一旦もめに乗るやつ無理あれが来るともう無理。一旦もめは鹿児島県の妖怪らしいですよ。よし、というわけでやってみましょう。あ、画面切り替え。よし、今日は大丈夫。まあこの緑のおなじみのパッケージですね。来た。曲なるかな。思ったのと違った。あ、これでワンループか。ですぐ始まるんだよね、デモ画面がね。そう、妖空魔教、これが来た時はやばい。あ、なんか、デモ画面っていうよりはなんか各紹介みたいな、そんなあるんだ。魂を集めましょう、一定の数敵を倒しましょう、ろうそくを全てつけましょうっていうやつだよね。もう一回デモ画面見るよ。ワンループは短いみたい。ちょっと背中赤いんで、その間孫の手で背中を拭きます。一緒かな？デモ画面は妖空魔教一緒だね。よし、じゃあ始めていきましょう。よし。おお、どういうやつだ？これどれがどれかって見れば、見る人が見ればわかるんでしょ？どの建物が妖何魔教だよっていうのは。まあでもこれは行くしかないな。これなんかろうそくっぽいのが左に見える。ろうそく、妖艶魔教かな。妖艶魔教ってでも2面からしかないイメージあるけど、妖空魔教、はい、終わりました。はい、今日のワンコンテニュー、ダッサイ。はい、今日のワンコンテニュー秒殺シリーズ、ギゲの鬼太郎妖怪大魔教編では今日はお送りしてまいりました。ねえ、妖空魔教、妖気魔教、いろいろありますけどね。せめて当たりが来ればよかったと思いますけど、ね、外れが来ました。これはこの、なんだろうね、この、ヒルみたいなやつ。おぉ!10 体倒せばいいというミッションみたいですよ。あ、なんか、ちょい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 。この特殊武器の切り替えもよくわかんないんだけど、セレクトボタンかな。こういうのうまく使えば、あ、もうなくなった。だーい、避けられるかんな、もう終わったよ、もう早い。秒殺シリーズでした残機やりパターンでこんだけ秒殺シリーズは割となかなかですよ忍者くんアシュラの章に続くんじゃないですか、このスピードは。はい、というわけでね、はい、今日クリしてきたゲゲゲの鬼太郎妖怪大魔教でした。説明もしてねえや。今日のワンコンテニュー、1回ゲームオーバーになる前にどこまで進めるでしょうか、どこまでこのゲームはどういうものだというのを説明できるでしょうか、的な感じでお送りしておりますが、何の説明も、だってスコア600点だもんダメだー、お疲れ様でした、さよならー。